はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ4のシーズン1のね、バトルパスの方を、一応ですね、ティア90まで、すべての要素を解放しましたので、まあどれぐらいね、時間がかかるかっていうことと、あとですね、まあその過程で入手できる、くすぶる範囲のね、おすすめの使い方についてお話ししていこうかなと思います。まあバトルパスの方なんですけど、まあコメント欄とかでね、未だに、ご質問いただくんでちょっとお答えしておくと、一応ですね、この無料とついているものは、誰でもね、全く無課金で、使うことができて、でただですね、この要素についてはレベルがね、その、取得条件に達していない場合は、受け取ることができないので、特にね、まあ課金してると、まあ有利にね、くすぶる牌が手に入るとかそういうことはないので、安心していただいて大丈夫かなと思います。でですね、まあ、せっかくなんで、まあコンプリートするとどんなコスメティックが、もらえるかというところでご紹介していくと、まあ、こんな感じでね、ちょっとこうメラメラとね、まあシーズンのコスメティックの、上位版みたいなやつが、最後の方のティアでね解放されて、もらえるのと、あとですね、馬の方もコスメティックの方がね、もらえるようになってて、まあ、こんな感じですね。ちょっと、今夜になっちゃったんで、少し拡大しないと見えないんですけど、こんな感じのね、馬のコスメティックとか、まあいろいろと、もらっていくことができるという形になってて、で通常エディション買った場合は、1000プラチナですね。まあ1340円かな。で、まあこちらのね、コスメティックがいろいろともらえるバトルパスの方も開放できるんで、まあ、90ティア分あるのでね、かなりの、コスメティックが、もらえるような形になりますので、まあ、ぜひね、なんかコスメティック欲しいよっていう方は、こういうね、蘇生のやつとかもらえるんで、まあ、追加課金でね、もらってほしいなと思います。でですね、すでに、デジタルデラックスエディションかアルティメットエディションを、購入してた方に関しては、もうこのバトルパスが最初から付属してるんで、もうね、追加で課金する必要はないという形になってて、で、結構シーズン前にですね、話題になってた、この、途中でプラチナがもらえるので、これ全部取っていけば、次のね、シーズンのバトルパスもらえるんじゃないかみたいな、話もあったんですけど、それについてはさすがにできないようになってて、まあ、ショップの方でですね、もう私、9800プラチナ、持ってる状態で始めたんですけど、今666プラチナなので、まあ、全部、埋めてたとしても800プラチナぐらいまでしかね、もらえないような形になってるので、まあ、残りね、200プラチナ分ですか、買えば、シーズン2のバトルパスが買えると考えたら、まあ、結構安いかなと。275円で、次からのシーズンは、バトルパスが買えると。形になるんで、まあなんだろうな、買っといて損はないかなとは思うんですが、まあ、ここに関してはね、まあコスメティックはもう全くいらないよっていう方は、まあ無料でもいいんじゃないかなと思います。で、コンプリートまでにかかる時間なんですけど、私はティア20分のねスキップ、アルティメットエディションなんでティア20分のスキップがかかった状態で、まあプレイして約40時間ですね、レベル71まで上げた時に、入手ができたという形になりますね。なので、だいたい40時間、ティア20スキップがついた状態で40時間。で、公式発表によると、まあ、約75時間のプレイで、入手が、コンプリートが可能な内容になっているということですので、まあ、それをね、目安にしていただくといいんじゃないかなと思います。なので、まあ、40時間でティア25のスキップがついてるから、まあ、75時間のうちの、25のスキップがついてで40時間ぐらいで、まあ、コンプリートできると。なので、ゆっくりやってもそれぐらいのね、スピードで、入手できますので、安心していただいて大丈夫かなと思います。でですね、無料のバトルパスでも使える、シーズンの、祝福の方なんですけど、こちらね、くすぶる牌を使用して、バフをかけられるという要素になるんですけど、こちらもね、レベルに応じてポイントが1ポイントずつ増えていくようなものになるんですけど、まあ、
なんだろうな、入手ができるようになったら、まあ、割り振ってあげるのがいいかなと思うんですけど、まあ、私が今ね、振ってる構成としてはですね、まあ、レベル100までね、とにかく早く上げた方が、このゲーム快適に進められるので、経験値バフの方に2ポイントですね、ランク1で、3% 経験値アップがかかって、さらに、ランク2で 2% 上がるという形になっているので、まあ、なんていうのかな、ランク1が一番上昇幅が広いんで、まあ、ここはね、1ポイントは必ず振った方がいいかなと思います。でですね、結構他も魅力的なものが多くて、分解でレア素材が入手できる確率が上がるとかもね、結構このレジェンダリーの素材が結構最初は不足しがちになりがちだと思うんで、ここもね、なるべく上げておくといいかなと思います。で、もしね、レベル100になってその後のね、取引なんかをしていく場合は、このゴールドとかね、あと強力なマリグナントの振動がドロップする確率が上がる、振動はストーリークリア後に獲得可能になるというやつを振ってあげるのがいいかなと思います。何気にこのね、エリクサーの持続時間が増えるってやつも、まあ強くて、まあエリクサーって経験値がね 5% アップするっていう効果がもともとついてるので、まあこれとのね、こちらの、猛襲の壺とのね、相乗効果っていうのもあるんで、まあ、こちらに入れてあげるのもいいんですけども、エリクサー自体はね、最終的にはかなり余ってしまうものになりますので、まあ、ここを振るかどうかはちょっと考えどころかなと思います。ただ、エリクサー本来のね、使い方は、いろんなね、防御力アップとか、あと、マナ生成量を上げたりとかっていう効果を取るために飲むものなので、まあ、なんだろうな、エリクサーの持続時間アップも、取る意味はあるかな。で、こちらなんですけど、下の方を見ていただくとね、三角ボタンを押すと祝福を再分配する100ゴールドってあるんですけど、これね、ポイントの振り直しが、可能になってて、最初はね、100ゴールドでできるんですけども、振り直すたびにここのゴールドのね、値が、上がっていくような仕組みになってますので、なんていうのかな、何度も何度も振り直すっていうのはあんまりお勧めできないかなと思います。まあ、どれぐらいの価格まで上がっちゃうのか、まあ、今ね、うちのメンバーの中でも、まあ、なんていうのかな、わからないっていうところなんで、まあ、あんまり頻繁に振り直さない方がいいかなと思います。なので、最初レベル100まで行くところでは、まあ、経験値アップとかね、あと素材アップあたりを、多めに取っておいて、で、まあ、終盤素材もね、まあ、キャラクターがレベル100に関するとして素材もあまり始めた状態になったら、今度はゴールドとかね、あと、マリグナントの心臓、エリクサーの、持続時間アップとか、このあたりを、取っていくのがおすすめかなと思います。まあ、振り直しはね、よく考えて、まあ、適切なタイミングでね、やっていくと効果的かなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思います。かなりですね、まあ、大量の、コスメティックアイテムもらえるような形になってるし、まあ、最後の方まで進めるとね、結構ね、プラチナの方も、もらえますのでやってみてほしいなと思います。で、ちなみにですね、ティアが上がる条件なんですけど、ティアはですね、キャラクターがレベルアップ、経験値を貯めていくと、上がっていく要素と、あとですね、このシーズンジャーニーのチャプターを進めることでも、進んでいくようなので、まあ、このね、チャプターを進めるっていうのと、あとレベル上げっていうのを、まあ、バランスよくやっていくことによってね、早く、ティアクリアの方ができるようになってますので、ぜひね、参考にしていただけたらなと思います。はい、今回はね、シーズンバトルパスについての、解説になりますが、まあね、無料でももちろん、くすぶる範囲の方は入手できるので、使ってみてほしいんですけども、かなり、バトルパスで、もらえるコスメティック、1000プラチナ、1300円にしてはかなりいいものがたくさん入ってますので、ぜひね、まあ、途中からでも課金、するといいかなと思います。で、まあ、すごくね、時間がなくて、まあ、ティア90まで、40時間もプレイできないよと、いう方いらっしゃったら、その場合はですね、ティアを1ずつスキップするという機能も、実装されているんですけど、ティアをスキップするための、機能を使うためにはまたねプラチナが必要という形になっちゃうんで、かなりね割高になっちゃうかなと思いますので、まあ、ティアのスキップにプラチナをつぎ込むっていうのは、まあ、あんまりねおすすめはしないですけども、どうしても間に合わなくて、ただ最後のね、方のティアのね、まあ、コス
メティックコンプリートして終わりたいよっていう方はティアブーストっていう方法もありますので、まあぜひね、なんていうかな、ちょっと、あと3ティアぐらい間に合わなそうっていう方は、まあシーズンの最後だったら検討してみてもいいんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。それではね、また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。このチャンネルでは、ディアブロ4の、攻略解説動画をはじめディアブロ各作品の、動画を上げてますので、ぜひこの機会に、ね、チャンネル登録の方もお願いします。あとですね、ディアブロ4の、ディスコードサーバーの方を運用してますので、クラに入りたいとか、あとね、まあ、パーティーを組む仲間が欲しいとかっていう方はぜひディスコードサーバーの方も参加していただければなと思います。まあ、概要欄にリンク貼っておきますので、気軽に来ていただけたらなと思います。それでは、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。